シャーロック・ホームズの冒険「まだらの紐アーサーコナンドイも」この8年にわたって我が友シャーロック・ホームズの方法を研究してきた私の70余りの事件の覚書に目を通すとたくさんの悲劇いくつかの喜劇多数のただ不思議なばかりの事件が見つかるが平凡なものは一つもない。 それは彼が富を得るためではなく自らの技術を愛するがために仕事をしているので異常ないやそれどころか奇怪な傾きを持たない調査に関わることを拒絶したからであるしかしこれらのさまざまな事件のうちでもサリー州の名門の一家ストークモランのロイ・ロット家に関するものほど 奇妙な特徴を示した事件は思い出せない問題の出来事が起きたのは私がホームズと付き合い始めた頃で私たちは独身でベーカー街の部屋を共有していた前に記録に載せるはずのものだったのだが当時秘密にすることを私は約束しておりそれを誓った夫人が先月若字にしたため約束から解放されたばかりなのである 私は訳があって知っているのだがグリムズビー・ロイロット博士の死に関して広まった噂は事実を真実よりも恐ろしいものにしがちであり今や事実を明らかにした方が良いと思うのである1883年4月初旬のある朝目を覚ますと身支度を済ましたシャーロック・ホームズが私のベッドの傍らに立っていた。 彼は害して朝寝坊であり、マントルピースの上の時計を見ると7時を15分過ぎただけだったので私はいささか驚きおそらく少し腹を立てて彼を見上げた私自身は規則正しい習慣の持ち主だったからである「起こしてすまないねワトソン」彼は言ったでも今朝は皆同じ目に遭ってるんだ ハドソンさんが叩き起こされ、ハドソンさんは僕にやり返し、僕は君に、さ。で、何事だい。家事かい。いや、依頼人だ。若い婦人が、かなりの興奮状態で来ているらしい。僕に会いたいと言い張ってね。彼女は今、今で待っている。 さて若いご婦人方が朝のこんな時間に首都を歩き回って眠たがってる人をベッドから叩き起こすとなると伝えなくてはならない極めて緊急の用事があるんだと思うよもしも面白い事件になるならきっと君も発端から見守りたいだろうと思ってねとにかく君を起こしてその機会を提供しようと考えたんだ いや君何としたってそいつを見逃すつもりはないよ私にとって何より深い喜びはホームズの専門家としての捜査をたどりその迅速な推理に惚れ惚れとすることだったそれは直感のように素早いけれども常に論理的な根拠に基づいていてそれをもとに彼は託された問題を解明するのだった 私は素早く服を引っ掛け、数分で用意をして友と一緒に居間へ降りた。私たちが部屋に入ると、窓のところに座っていた黒い服を着て深くベールをかぶった夫人が立ち上がった。おはようございますと、ホームズは元気よく言った。僕がシャーーロック・ホームズです。これは、 僕の親友で同僚のワトソン博士でこの人の前では僕の前同様にお話しくださって大丈夫ですおやうれしいねえ暖度の火を起こしておくとはハドソンさんも気が利いているどうぞそちらへ寄ってコーヒーをいっぱいもらいましょうね震えてらっしゃるようですから寒くて震えているのではありません 女性は言われるままに席を変え低い声で言ったではどうして恐怖からですホームズさん怖いんです彼女がそう言いながらベールを上げると本当に哀れなくらい動揺し顔はすっかり引きつって青ざめ追われている動物のように落ち着きのない 怯えたた。目をしてていることが見て取れた彼女は顔立ちや姿こそ30歳の女性だったが髪には早くも白髪が混じり表情は疲れやつれていたシャーロック・ホームズは例の鋭い何も見落とすことのない視線を彼女に走らせた「恐れてはいけません」と彼はなだめるように。 身を乗り出して彼女の前腕を軽く叩きながら言った。僕たちがすぐに解決してみせますから、間違いなくね。今朝列車で到着したようですね。すると、私をご存知ですのいいえ、しかし往復切符の判件を左の手袋の中に握りしめているのが見えますから。 朝早く出られたに違いないが駅に着くまでには道の悪いところをずいぶん二輪馬車に揺られましたね夫人はひどくびっくりし当惑して我が友を見つめた「不思議なことはないんです」と彼は微笑みながら言った「あなたのジャケットの左腕には七か所も泥が跳ねかかっています」 全く新しい汚れです。そんな風に泥を跳ね上げるのは二輪馬車のほかありませんしそれもあなたが御車の左側に座る場合だけです根拠が何であるにせよ全くその通りですと彼女は言った6時に家を出て20分過ぎにレザーヘッドに着き 始発でウォータールーに到着しました。ああ、もうこの緊張には耐えられません。これが続いたら気が狂ってしまいますわ。私には頼りにできる人が一人もいないんです。まったく、ただ一人を除いて。彼は私を愛してますけど、でもねあまり助けにならないんです。 私はあなたのことを聞きました。あなたのことをファリントッシュさんから聞きました。すごく困っているときにあなたが助けた人です。彼女があなたの住所を教えてくれました。ああ、私のことも助けられると思いませんこと。せめて私の周りの濃い闇に小さな光を投じられると。 今のところあなたのご尽力に報いることのかなわぬ身ですが一月か一月半のうちには結婚して自分で収入を管理できますのでそうすれば少なくとも私が恩知らずでないことはお分かりいただけましょうホームズは机に向かい錠を開け小さな事件ノートを引き出しそれを調べたファリントッシュ と彼は言ったああそうですね覚えてますよオパールのティアラに関する事件でした君に会う前だったと思うよワトソン僕に言えるのは喜んであなたの事件にもお友達の事件同様の注意を捧げるということだけです報酬のことなら 僕には仕事そのものもが報酬です。しかし僕が使うことになる費用をあなたの一番都合のいい時に支払ってくださるのはご自由です。それではどうかその問題について僕たちが意見をまとめるのに役立つと思われることを全てここでお話しください。ああと訪問者は答えた。 私の立場の恐ろしさは私の恐怖が漠然としたものであり私の疑いが他の人にはつまらないことに思えるいくつかの小さな問題にかかっているという点にあるのですですから私が誰よりも助力や助言を求めて当然である彼でさえ私の話すことを何もかも神経質な女の空想と見ているんです 彼もそうは言いませんがなだめるような答え方やそらした目を見ればわかります。でも私聞きましたわ、ホームズさんあなたは人間の心にあるさまざまな悪を深く見抜くことができると包囲する危険の中をどうやって歩いたらいいか助言をお願いします。 緊張していますよ。ヘレン・ストーナーと申しましてギフと一緒に暮らしてますがギフはイングランドで最古のサクソン族の家柄の一つサリー州の西の端にあるストークモランのロイ・ロット家の最後の生き残りですホームズはうなずいた「その名前はよく存じています」と彼は言った。 一族はかつてイングランドでも有数の金持ちで領地は州境を越えて北はバークシャー西はハンプシャーに及んでいましたしかし全盛期になって4代続けて継承者が自堕落で浪費癖を持ち結局殺生期に一人の賭博好きによって一門は決定的に没落しました残ったのは ただ数エーカーの土地と築200年の家だけでしたがその家すら重い借金の方に取られてあえいでいるのです先代の地主はそこで生きながらえて貧乏貴族としてひどい暮らしを送っていましたしかしその一人息子である私の義父は新しい状況に適応しなければならないと思い親戚に建て替えてもらって 医学の学位を取ることができカルカッタへ移りそこで専門技術と力強い性格によって繁盛医として地方を固めましたところが家の中で起こったいくつかの泥棒にカッとなったギフは現地人の執事を殴り殺しかろうじて極刑を免れたのです実際のところギフは長期の懲役刑を受け 後になって気難しい失意の人としてイングランドに戻りましたインドにいた時ロイロット博士は私の母ベンガル砲兵隊のストーナー上将の若い未亡人であるストーナー夫人と結婚しました姉のジュリアと私は双子で母が再婚した時私たちはたった2歳でした 母には年仙ポンドにもなるかなりの大金がありこれを遺言によりロイ・ロット博士に私たちが彼と一緒に住む間は全額私たちが結婚した場合にはそれぞれに一定の年額を与えるという条件で譲りましたイングランドに戻って間もなく母は亡くなりました8年前にクルーの近くで鉄道事故に遭い死にました その時ロイロット博士はロンドンで開業する試みを断念し私たちを連れてストーク・モランの先祖代々の古い家に移り住みました母の残したお金は私たちにとって必要なものすべてを満たすのに十分で私たちの幸福を妨げるものはないと思われましたしかしこの頃、ろギフに恐ろしい変化が生じました 友達も作らず近所の人たちと交流もしないでみんな最初はストークモランのロイロットが旧屋敷に戻ったのを見てひどく喜んでいましたのに父は家に閉じこもり珍しく外に出ると必ず誰かで構わず偶然出会う人に乱暴に喧嘩を仕掛けるのです狂気にも等しい激しい気性は 代々一門の男たちに受け継がれてきたもので父の場合はそれが長く熱帯に在住したため強められたのだと思います続けざまに恥ずべき喧嘩をしてそのうち二度は警察裁判所にまで行きとうとう父は村の恐怖の的となり人々は父が近づいたら逃げますわ何しろ父は計り知れない力の持ち主で 怒ると全く手に負えませんから先週も地元の鍛冶屋を欄干越しに小川に投げ込み私がかき集められるだけのお金を払ってやっとそれ以上世間に知れるのを防ぐことができました父には移動するジプシーのほかに全く友達はなくその放浪者たちに家族の辞書である 数エーカーのいばらに覆われた土地に野営するのを許し見返りに彼らのテントでもてなしを受け時には何週間も続けて彼らと一緒にさまよっていたこともあります父はまたインドの動物も大好きであちらの業者に送らせ今はチーターとヒヒがいて庭を自由に歩き回るのでその主人とほとんど同じくらい村人に恐れられています 気の毒な姉のジュリアと私の暮らしがあまり楽しくなかったことは私の話からご想像がつきましょう召使いはいつかず長い間家の仕事をすべて私たちでしたのです彼女は死んだときやっと30でしたが髪の毛はもう白くなり始めていました私も同様ですがではお姉さんは亡くなったんですね 彼女はちょうど2年前死んだのですがそのことについてお話ししたいのです。申しましたような暮らしをしておりますと私たちが同じ世代や地位の人とあまり会うことがないのはお分かりでしょう。でも私たちにはおばホノリア・ウェストフェイルという母の未婚の妹がいてハローの近くに住んでいますが。 私たちは時折短い期間この夫人の家を訪ねるのを許されていましたジュリアは2年前のクリスマスにそこで予備役の海軍少佐と会い婚約しました姉が戻って婚約を知ったギフは結婚に何の反対もしませんでしたが結婚式の日まで2週間を切った頃恐ろしい出来事が起きて私から唯一の仲間を奪ったのです シャーロック・ホームズは椅子の背にもたれ目を閉じ頭をクッションに沈めていたがここで半ばまぶたを開け客の方を見合った細かい点まで正確にお願いしますそれはたやすいことですわあの恐ろしい時に起きたことはすべて記憶に焼き付けられていますから館はすでに申しましたように 非常に古く今は欲の一つだけ使って住んでいますこの欲の寝室は1階にあり今は建物の中央の区画にありますこれらの寝室は順にロイロット博士の寝室2番目が姉の3番目が私のになっていますそれらの間は直接行き来できませんが皆同じ廊下に出られます 「よくわかるように話せてます」「ええ申し分なく」「三つの部屋の窓は芝生に面しています」「あの運命の夜ロイロット博士は早く自分の部屋へ入りましたが私たちはギフが休むために下がったのではないとわかっていました」というのはギフが習慣ですっている。 強いインドハマキの匂いに姉が悩まされていましたのでそれで彼女は自分の部屋を出て私のところへ来てしばらく座って近づいてきた結婚式のことでおしゃべりしていました11時に彼女は部屋を出ようと立ち上がったのですが戸口で立ち止まり振り返りました「ねえヘレン」彼女は言いました 誰かが真夜中に口笛を吹くのを聞いたことがない。ないわ、と私は言いました。あなたが口笛を吹けるはずはないわよね、眠っていて。まさか、でもどうして。ここ数日毎晩、いつも朝の三時ごろ、低い。 はっきりあたし眠りが浅いからそれで目が覚めるのどこから聞こえるかはわからないけど隣の部屋からかもしれないし芝生からかもしれないあなたが聞いたかどうかちょっと聞いてみようと思ったのよいいえ聞かなかったわ植え込みにいる。 あのいやらしいジプシーに違いないわ。たぶんね。でも、芝生からなら、あなたも聞かないのは不思議ね。ああ、でも、あたしはあなたより眠りが深いから。そうね。どっちにしても大したことじゃないわ。彼女は私に微笑み返し、ドアを閉め、それから少しして。 彼女が鍵をじに差し込む音が聞こえました「ほう」とホームズは言った「夜はいつも鍵をかける習慣ですかええいつもそれはなぜ博士がチーターとヒヒを飼っていることには触れたと思いますが二人とも。 ドアに鍵をかけなくては安心できませんでしたわその通りですねどうぞ先へ進めてくださいその夜は眠れませんでした不幸が迫っているという漠然とした予感が心を離れないのです姉と私が双子であることを思い出してください一心同体の 二つの魂を結ぶ絆が、どれだけ微妙なものかはご存知ですね。嵐の夜でした。外では風がうなり、雨はザーザーと窓を打っていました。突然、風のざわめきの中を、怯えた女の狂乱した叫び声がつんざいたのです。私には姉の声とわかりました。私はベッドを飛び出し、ショールを羽織り、 廊下へと駆け出しましまた。ドアを開けたとき私は姉が描写したような低い口笛をそれから少しして金属の塊が落ちたようなガチャンという音を聞いたように思いました廊下を走っていくと姉の部屋のドアの錠が開けられそれがゆっくりと蝶つがいで回転したのです私は そこから何が出てこようとしているのかわからないので恐怖に襲われてそれを見つめました廊下のランプの明かりで戸口に現れた姉を見るとその顔は恐怖に青ざめ両手で探るように助けを求め全身は酔っ払いのようにゆらゆら揺れてました私は彼女に駆け寄り腕に彼女を抱きかかえましたがその瞬間 彼女の膝が崩れたらしく彼女は床に倒れました彼女はひどく苦しいのかのたうち回り獅子は激しく痙攣していましたはじめ私は彼女には私がわからないのだと思いましたが彼女の上にかがみ込むと彼女は突然、決して忘れられないかなきり声で言いましたああ、神よ ヘレン、紐よまだらの紐。他にも彼女には言いたいことがあり指で博士の部屋の方向に空をさしたのですが新たなけいが彼女を襲いその言葉をつまらせました私はギフを大声で呼びながら駆け出しガウンを着て部屋から急いでくるギフに出くわしましたギフが姉のからについた時には 彼女は意識がなく、義父が喉にブランデーを流し込み、村の医者も呼びにやりましたけれども、努力の甲いもなく、姉はゆっくりと衰弱し、意識を取り戻すことなく死にました。それが私の最愛の姉の恐ろしい最後でした。ちょっと待って、ホームズが言った。その口笛と金属音ですが、 確かですか。です断言できますかそれは州の検視官も審理の時に聞いたことですわそれを聞いたという印象は強いものですがでも凄まじい風や古い家のきしむ音の中ですからことによると思い違いかもしれませんお姉さんは身支度をしていましたか いいえ、寝巻きを着てました。姉の右手には黒焦げのマッチの燃え残り左手にはマッチの箱がありました不安を感じて火をつけ辺りを見回したことを示してますねそれは重要ですそれで検視官はどんな結論に至りましたか検視官は極めて注意深く事件を調査しましたわ ロロイロット博士の貧困は州でもだいぶ前から有名でしたからでも特進の行くシーンを発見できませんでしたドアは内側からしっかり止められ窓は幅広の鉄の棒のついた旧式な鎧戸で塞がれ毎晩しっかり閉められていたと私は証言で明らかにしました壁は入念に打診され どこも全く堅固であることが明らかになりましたし、床張りも徹底的に調べられ、同様の結果でした。煙突は大きく開いていますが、四つの大きな有字の釘に塞がれています。したがって、姉が最後を迎えたとき、一人っきりだったのは確かです。その上、姉には暴力を受けた後はありませんでした。 毒物はどうです。医師たちがそれを調べましたが、何も出ませんでした。では、あなたは、この不幸な女性はなんで亡くなったと思いますか。彼女は、純然たる恐怖と神経的衝撃で死んだ、と信じています。もっとも、彼女を怖がらせたものが何かは、 見当もつきませんが。その時庭にはジクシーがいましたかええほとんどいつもいくらかはいますああそれであなたはそのひもに対する言及をどう思いますかまだらのひもを単にさくらんによるでたらめな言葉と思うこともありますし 多分庭に群れているジクシーたちをそう言ったのだろうと思うこともあります彼らの多くが頭にかぶっているまだら模様のバンダナが姉の使った奇妙な形容詞を暗示するのかどうか私にはわかりませんホームズはとても満足がいかないと言ったように首を振った「これは非常に難しいですね」 彼は言った。どうぞお話を続けてあれから2年が過ぎ私の生活は最近までかつてなく孤独でしたしかし一月前親友が長年知っていた人ですがありがたいことに私に結婚を申し込んだのです彼の名はアーミテージパーシー・アーミテージといい レディングの近くのクレインウォーターのアーミテージさんの次男ですギフは縁組に反対せず私たちは春のうちに結婚することになっています2日前建物の西の横でいくつかの修理が始まり私の寝室も壁に穴が開けられたので私は姉の死んだ部屋へ移り姉が眠ったそのベッドで眠らなければならなくなりました それで夕べ目を覚まして横になり姉の恐ろしい運命を考えていた私が不意に夜の静寂の中に姉の死の前触れとなった低い口笛を聞いたときのぞっとするような恐怖をご想像ください私は飛び起きてランプをつけましたが部屋の中には何も見えませんでしたでも もう一度寝るには動揺がひどすぎるので私は服を着け夜明けになるとすぐにそっと抜け出し向かいにあるクラウン院で二輪馬車を雇いレザーヘッドへ走らせそこからあなたに会って助言を求めることだけを目的に今朝やってきたのですそれは賢明でしたと友は言ったしかし あなたすべて,しし、ええ、て「ミス・ロイ・ロットいけませんねあなたはお父さんをかばっている」「まあどういうことですの?」答えのかわりにホームズは訪問者のひざにのせられた手をかざる黒いレースのフリルを押し上げた。 5本の指の跡が白い手首についていた「あなたは虐待されていますね」とホームズは言った夫人は真っ赤になり傷ついた手首を覆い隠したきつい人ですから彼女は言ったそれに多分自分の力がよくわからないのでしょう 長い沈黙がありその間ホームズは両手で顎を支えパチパチ夕日を見つめていた「これは非常に重大な事件です」とようやく彼が言った行動方針を決める前に知っておきたい細かい点がたくさんありますしかし一刻の猶予もなりません 僕たちが今日ストークモランへ行くとしてお父さんに知られずにそれらの部屋を調べることはできますかたまたま父は今日何かとても重要な要件でロンドンへ出ると言ってましたたぶん一日中留守にするでしょうしあなたを妨げるものはないでしょう今家政婦がおりますが年寄りで愚かですから 簡単に邪魔にならないようにできます。結構、君はこの度に反対しないね、ワトソン。決して。では、二人で行きます。あなたご自身はどうなさいます。私には一つ二つ、ロンドンにいる間にやりたいことがあります。でも、 あなた方がいらっしゃる時間にはあちらにいるように12時の列車で戻りますわ。では僕たちは午後早くに行くものと思ってください。僕の方も仕事でいくつか小さな問題に精を出さなければならないのでね。これから朝食ですがいかがですかい,いえ行かなければ。 あなたに悩みを打ち明けたらもう心が軽くなりましたわ午後お会いするのを楽しみにしています彼女は厚い黒のベールを顔に垂らしスーッと部屋から出ていった「でどう思うねワトソン」と椅子の背に持たれてシャーロック・ホームズは尋ねた「僕には非常に陰鬱で」 不吉な事件に見えるが全く陰鬱だしまったく不吉だそれでもあの夫人の言う通り床も壁も堅固でドアも窓も煙突も通れないとなると彼女の姉は謎の最後を遂げた時疑う余地なく一人きりだったわけだするとあの夜間の口笛はどうなる 死にかけた女性の非常に妙な言葉はどうなるわからんよ夜の口笛に関して思い浮かぶことこの老先生と親密な間柄のジクシーの一団の存在ママ娘の結婚を阻止することが博士の利益になると信ずべき正当な理由がある事実死に際のまだらの紐についての暗示 そして最後に鎧戸を占めている金属の棒の一つが元の位置に戻って引き起こされたかもしれない金属音をヘレン・ストーナー城が聞いた事実これらを結びつけるとその線で謎は晴れるかもしれないと考える十分な根拠があると思うよだがねすると何をジクシーはしたんだ見当もつかないな そんな仮説にはいくらも反対理由がありそうだそうなんだまさにそういうわけで僕らは今日ストーク・モランへ出かけるんだそれらの反対理由が致命的なものかそれともうまく説明できるものなのか確かめたいんだしかし一体全体何事だ その叫び声が思わず友の口から出たのは私たちの部屋のドアがいきなりバーンと開き巨大な男がその開いた口に収まったからだったその服装は専門職のそれと農業のそれが入り交じった妙なもので黒いシルクハット長いフロックコート長いゲートルをつけ狩猟用のムチを手に持って振っていた 背が高く、実際帽子は戸口の横着をかすめ横幅も戸口の左右の端までいっぱいのように見えた私たち二人に交互に向けられる大きな顔は無数のシワでしなり、黄色く火に焼けあらゆる邪悪な情熱を刻みつけられまた深くくぼみ怒りを発する目や高く痩せて肉のない鼻はどこか。 年老いた凶暴な毛巾に似ていたどっちがホームズかなと現れた男は尋ねた僕ですがこちらは存じ上げないようですねと友は静かに言ったストークモランのグリムズビーロイロイロット博士だこれはこれは博士 ホームズは穏やかに言った。どうぞお座りください。ごめん、コウムル。義理の娘がここへ来たな。つけてきたんだ。あれはあんたに何を言っておった。今年はこのところ少し冷えますね。と、ホームズは言った。あれは、 あんたに「何を言っておったんだ」と老人は怒り狂って大声を上げたしかしクロッカスは順調と聞きましたがと友は動じることなく続けた「おい言い抜ける気か」と客は一歩進み狩猟鞭を振りながら言った「お前のことは知ってるぞ悪党明」 前に聞いたことがある、おせっかい屋のホームズだ。我が友はにっこりした。デシャバリのホームズ。ホームズの笑みが広がった。スコットランドヤードのイバリ屋の小役人のホームズ。ホームズは嬉しそうにくすくす笑った。 あなたの話は実に愉快です」と彼は言った「おかえりにはドアを閉めてください」どうしてもすきまがきますので言うことを言ったら帰るわしのことでおせっかいするんじゃないミス・ストーナーがここに来ていたことはわかってるんだつけたんだわしを怒らせると危険だぞ見ろ 彼はさっと前進し、ヒかき棒をつかみ、大きな茶色い両手でそれをぐいと曲げた。この手の届くところには近づかないことだ、と彼はうなり、曲がったヒかき棒を暖炉に投げつけて、大股に部屋を出て行った。実に愛想のいい人物らしい、と、ホームズは笑いながら言った。 僕はそれほど大きくはないが彼が残っていれば僕の手の力もあまり彼に劣らないことを見せられたんだがねそう言いながら彼は鋼の日かき棒を拾い上げエイトばかりに力を込めそれを元通りまっすぐにした無礼にも僕を警察の役人と混同するとはねとはいえこの出来事は 我々の調査に興を添えてくれたし若い友人が警察にもあのけだものにつけられてしまったことで苦しまずに済むようにと思うだけださてワトソン朝食を頼むとしようよその後で僕は歩いて民法博士会へ行ってくるこの問題に役立つ情報を何か得られればと思うんでね一時近くなって シャーロック・ホームズは遠足から戻った彼はメモや数字を殴り書きした青い紙を一枚手にしていた「僕は死んだ奥さんの遺言を見てきたよ」と彼は言ったその正確な意味を知るために関係している投資物件の現在の価格を算定しなければならなくてね 奥さんが死んだ当時には1,100ポンドにもなろうとしていた総収入が今では農業関係の価格の下落によってせいぜい750ポンドだ娘たちはそれぞれ結婚した場合250ポンドの収入を要求できるしたがって娘が二人とも結婚すればあの紳士にははした金しかなくなるしどちらか一方であっても その不自由は非常に深刻な程度になるあの男にそういったことの邪魔をする何より強い動機があると分かったんだから朝の人仕事も無駄ではなかったねさあワトソンこれは深刻だからグズグズしてはいられないよましてや僕たちが老人のことに関心を持っているのをあちらも気づいているしね 君の用意がよければ馬車を呼んでウォータールーまで走らせよう。君のリボルバーをそっとポケットに入れておいてくれると非常にありがたいんだが鋼の日かき棒をくの字にねじ曲げられる男とやり合うにも LA の2番なら強力だからね。それと歯ブラシがあれば用は足りるかな。 ウォーター・ルーで運よくレザーヘッド行きの列車に間に合った私たちはレザーヘッドの駅前の宿でトラップ馬車を雇い美しいサリー州の小道を45マイル走らせた空には輝く太陽とふわふわした雲がいくつか浮かぶ素晴らしい日だった木々や路傍の生け垣はちょうど緑の新芽を吹き始め空気には しっとりした土の心地よい香りが溢れていた少なくとも私には気持ちよい春の気配と私たちが着手している不吉な探求との対象が不思議だった友はトラップ馬車の前の席に着き腕組みをし帽子を目深にかぶり顎を胸に埋め深い物思いに沈んでいたしかし突然 彼はびくっとし私の肩をたたき牧草地の向こうを指さした「あそこを見たまえ」と彼は言ったなだらかな斜面に木の茂った庭園が広がり頂上ではこんもりとした森になっていたその枝枝の真ん中から非常に古い館の灰色の切妻と 高い胸ぎが突き出ていたストークモランかなと彼は言ったええ旦那、あれがグリムズビーロイロット博士の家ですとぎ社が言ったあそこではちょっと建築をやっているんだとホームズは言ったそれが僕たちの行くところだ あっちが村です、と御車は少し離れた左側の屋根の塊を指していった「ですがあの家へ行きたいならこの踏み段を越えてそれから牧草地の小道を通った方が近くなりますよ」「ほらあそこ夫人が歩いているでしょう」「それにあの夫人はミス・ストーナーじゃないかな」 ホームズは手をかざしながら言った。うん君の言うようにした方がよさそうだ私たちは降りて払いを済ませトラップ馬車はレザーヘッドへとガタガタ戻っていったあの男がさ踏み段を上りながらホームズが言った僕たちは建築家としてあるいは何か明確な業務でここへ来た とと考えてくれたたらいいと思ったんだ。それで噂になるのを防げるかもしれない「こんにちはストーナーさん僕たち約束を守ったでしょう」「急いで私たちを出迎える朝の依頼人の顔はその喜びを物語っていた」「もう心待ちにしておりましたわ」と彼女は叫び 温かく私たちの手を握った「何もかもうまくいきましたわ」「ロイロット博士はロンドンへ行って夕方前には戻ってきそうもありませんわ」「光栄にも博士とは知り合いになりました」とホームズは言い短く起きたことの概略を述べたそれを聞いてミス・ストーナーは唇まで青ざめたまあ 彼女は叫んだ「じゃあ私をつけていたのね」「そのようですね」「狡猾な人ですから油断も隙もありませんわ」「帰ってきたらなんて言うでしょう」「彼は自分の身を守らなければなりますまいよ」「誰か自分より狡猾なものが」 自分を追跡していることに気づくでしょうからあなたは今夜あの人を避けて閉じこもっていなければなりません彼が乱暴をするなら僕たちが必ずあなたをハローのおばさんのところへ連れていきますからさあ時間を最大限利用しなければいけませんのですぐに僕たちを調査すべき部屋へ案内してください 灰色の石造りの建物のはこけむし中央の部分は高く両翼はカニのハサミのように屈曲して張り出していた一方の翼では窓が割れて木の板で塞がれまた屋根も一部崩れ落ちて没落を物語っていた中央の部分も同じように修繕されていなかったが右側の区画は比較的近代的で 窓のブラインドや煙突から渦を巻いて立ち上る青い煙がここに家族が住んでいることを示していた橋の壁にはいくつか足場が立てられ石壁が壊されていたが私たちが訪ねた時には作業員のいる気配はなかったホームズは手入れの悪い芝生を行ったり来たりゆっくりと歩き深い注意を払って窓の外側を調べた これがあなたがいつも休んでいた部屋の窓で真ん中がお姉さんのおもやに接しているところがロイロット博士の部屋ですねその通りですでも今は私、真ん中で休んでいます改築中はということですねところで あの端の壁にあまり差し迫った修繕の必要があるようには見えませんねありませんでしたわ私を自分の部屋から移動させる口実だったと思いますああそれは暗示的ださてとこの狭い翼の向こう側にはこれらの三つの部屋に通じる廊下が走っていますねそこには、 もちろん窓がありますねええでも非常に小さなものです狭くて誰も通り抜けられませんわあなた方が二人とも夜ドアに鍵をかけていたのですからそっち側から部屋には入れなかったわけですさてすみませんがあなたの部屋へ入って鎧戸を閉めていただけませんか ミス・ストーナーナが実行し、ホームズは開いた窓を入念に調べた後、手を尽くして鎧戸をこじ開けようと努めたがうまくいかなかったナイフを通して棒を持ち上げられるような隙間はなかったそれから彼はレンズを使って腸蓄を検査したがそれらは硬い鉄製でどっしりした石造りにしっかり作り付けられていた はん彼はやや当惑して顎をかきながら言った「僕の仮説は確かにいくつか困難を呈しているね」「鎧戸に掛け金をかければ誰も通れないな」「じゃあ内側に何か問題に巧妙を投じるものがあるか確かめよう」「小さな勝手口が漆喰を塗った廊下に通じ」 3つの寝室はそれに面していた。ホームズが3番目の部屋の調査を辞退したので私たちは直ちにミス・ストーナーが現在休んでいるそして彼女の姉が最後を遂げた2番目へ進んだそれは質素な小部屋で古い貴族屋敷の様式で天井は低く大きな暖炉があった 茶色い整理ダンスが一隅に白い上掛けをした狭いベッドがもう一隅に兄弟が窓の左側に立っていた2つの枝編み細工の椅子を加えこれらが部屋にある家具の全てであとは中央に正方形のミルトンカーペットがあるだけだった周りの床板や壁の羽目板は茶色い虫の食ったオークで非常に古く 変色しているので家を建てた当初からあったものかもしれないホームズは椅子を一つ隅に引き寄せて無言で座ったが部屋の詳細を見て取るべく目をぐるぐると行ったり来たり走らせていた「あのベルはどこに通じるんですか?」とようやく彼は尋ねベッドのそばに垂れ下がり現にその房が枕に乗っている。 太いベルの綱を指さした「家政婦の部屋にです」わ。他のものより新しく見えますが「ええ二年前にそこにつけたばかりです」「お姉さんが頼んだんでしょうね」「いいえ姉が使ってるのを聞いたことがありませんもの」私たちは、 いつも欲しいものは自分で取ってくるようにしていましたほうそこにそんな素敵な引き綱をつける必要はなさそうですね失礼しますよちょっとこの床を見ないと気が済まないので彼はレンズを手にうつぶせに身を投げ出しあちこち素早く這い回り床板の裂け目を詳細に調べたそれから彼は その部屋の木の羽目板も同様にしたさらに彼はベッドに歩み寄りしばらくそれを見つめたり壁の上へ下へと目を走らせたりしていた最後に彼はベルの綱を手に取り勢いよく引っ張った「おやこれはただの飾りだ」と彼は言った「なりません」 ええ、ワイヤーにつながってさえいませんよこれは面白いほら見えるでしょう通気口の小さな口の真上の鍵にくくりつけてありますなんて馬鹿げたこと私一度もそれに気づきませんでした実に奇妙だホームズは綱を引きながらつぶやいた この部屋には一つ二つ非常に変わった点があります。例えば別の部屋に向けて通気口を開けるとはなんと馬鹿な工事でしょう。同じ手間で外気に通じることができたろうにね。それもかなり新しいものですわと夫人は言った。ベルの綱と同じ頃にやったんですね。 ホームズが言った「ええその頃いくつか小さな階層をしましたのでそれは非常に興味深い性質のものだったようですね飾りのベルの引き綱通気しない通気口ですかお許しを得てストーナーさん今度は内側の部屋へ我々の調査を進めるとしましょう」。 グリムズビー・ロイロット博士の部屋はママ娘のそれより大きかったが家具は同じように質素だったキャンプ用ベッド大部分専門書でいっぱいの小さな木の棚ベッドの脇の肘掛け椅子壁に寄せた簡素な木の椅子丸いテーブル大きな鉄の金庫が目に映る主要なものだったホームズはゆっくりと歩き回り それらすべてそれぞれを非常に熱心に調べたこの中には何がと彼は金庫を叩きながら尋ねたギフの仕事の書類ですああでは中を見たことがあるんですね一度だけ数年前に。 書類でいっぱいだったのを覚えてますわ例えば中に猫なんかいないでしょうねええ奇抜な考えですことではこれをご覧なさい彼はその上に置いてあったミルクの入った小さな皿を手に取ったいいえ 猫は飼っていませんわ。でもチーターとヒヒがいます。あ,あそう、そうでした。まあチーターも確かに大きな猫ですが、でも皿いっぱいのミルクでは多分その要求を満たすにはあまり役に立ちませんね。一つ、ぜひはっきりさせておきたい点があるんです。彼は木製の椅子の正面にしゃがみ込み、 多大な注意を払ってその座るところを調べた「ありがとう」「これはすっかりけりがつきました」と彼は言いい立ち上がってレンズをポケットに入れた「おやここに面白いものがある」彼の目にとまったものは小さな犬用の鞭でベッドの一角につるされていた。 しかしその無知は先に輪を作るために巻かれて結ばれていたそれをどう思うワトソン全くありふれた無知だだがなぜ結んであるのかはわからないよそれほどありふれているかいああ全く邪悪な世とはいえ 利口な男が頭脳を犯罪に向けると最悪だねもう十分調べたようですからストウナーさんお許しを得て外の芝生の上を歩きましょうこの調査の現場を離れた時ほど怖い顔暗い表情の友を私は見たことがなかった私たちは何度も行ったり来たり芝生の上を歩いたが ミス・ストーナーも私も彼が自ら物思いから覚めるまで彼の思考に割って入るつもりはなかった絶対に必須のことですがストーナーさん彼は言ったあなたにはあらゆる点で完全に僕の忠告に従っていただきます間違いなくそうしますわことは あまりに深刻ですからいかなる躊躇も無用ですあなたの生命はあなたの横抱にかかっています大丈夫ですあなたに一任しますわ。まず第一にこの友人と僕はあなたの部屋に泊まらなければなりませんミス・ストーナーも私もびっくりして彼を見つめた ええ、そうしなければなりません説明しましょうあそこにあるのは村の宿屋ですねええあれがクラウンです結構。あそこからあなたの部屋の窓は見えますねもちろんお父さんが戻ってきたら あなたは頭痛のふりでもして部屋にこもらなければいけません。それから夜彼が部屋へ下がるのが聞こえたら窓の鎧戸を開けて掛け金を外し僕たちへの合図としてランプをそこに置きそれから何でも必要になりそうなものを持って以前使っていた部屋へ静かに引き下がってください。修繕中とはいえ一晩くらい。 なとかなりますよ、ね、ああええなんでもありませんあとは僕たちに任せてくださいでも何をなさるんですの僕たちはあなたの部屋で一晩過ごしあなたを不安にしたあの物音の原因を調査します ねえホームズさんあなたはもう結論を下しているんでしょうとミス・ストーナーは友の袖に手をかけていったあるいはねでしたらお願いですから姉の死の原因が何だったのか教えてくださいできればお話しする前により明確な証拠をつかみたいのです せめてて教えていただけますわね。私自身の考えは正しいのでしょうか姉は突然の恐怖がもとで死んだのでしょうかいいえそうじゃないと思いますおそらくもっと確実な原因があったと思うのですさあストーナーさんおいとましなければロイロット博士が戻って僕たちを見たら僕たちの旅が無駄になります。 ごきげんようそして勇気を出して僕の言ったことをしていれば僕たちがすぐにあなたを脅かす危険を追い払ってしまいますから安心なさいシャーロック・ホームズと私は難なくクラウン委員に寝室と居間を取れたそれは上の階にあり並木道の門とストークモランの館の 居住しているる欲を眺望することができた。日暮れにグリムズビー・ロイロット博士の乗った馬車が通り彼の巨大な姿が彼を送る小さな少年の人影を横に従えてぼんやりと見えた少年が重い鉄の門を開けるのに少しばかり苦労し私たちにも博士のしゃがれ声の怒号が聞こえ彼が激怒して固めた拳を 少年に向かって振り上げるのが見えたトラップ馬車は走り行き数分後に今の一つのランプがつけられて木々の間に突然パッと光が生じるのが見えた私たちは迫り来る闇の中に共に座っていたどうだろうワトソンホームズが言った今夜君を連れて行くのは 本当にいささか気が咎めるんだ。紛れもなく危険をはらんでるんでね私が役に立つのか君の存在は非常に力になると思うだったらもちろん行くともそれはとてもありがたい危険というんだね 明らかに君はあの二つの部屋で私に見えたものより多くを見てきたんだねいやでも僕の方が少しだけ多くのことを推論したかなと思うんだ君も僕と同じだけのものをすべて見たんだろうに私にはベルの引き綱を除くと注目すべきものは何も見えなかったが どんな目的にあれが役立つのか実のところとても見当がつかないよ通気口も見たろうああでも二つの部屋をつなぐ小さな穴がそれほど異常なものとは思わないがね小さくてネズミも通り抜けられないくらいだったじゃないか僕はストークモランに来る前から 通気口が見つかると分かってたよホームズ君ああ、いや、そうなんだ彼女の話の中でロイロット博士の葉巻の匂いを彼女の姉が感じたと言ったのを覚えているだろうほら、もちろんそのことからすぐに二つの部屋が通じていることが分かったんだ それは小さなものでしかありえないさもなければ検視官の調査で所見が述べられているはずだ僕は通気口があると推論したしかしそれで何が悪いんだねそうさね少なくとも日付の点で不思議な偶然の一致がある通気口が作られるロープが垂らされる ベッドで寝ている夫人が死ぬ。変だと思わないかい未だに何の関係があるのかわからないがあのベッドで何か極めて妙なことに気づかなかったかいいやあれは床に固定されていたよあんな風にしっかり止められたベッドをこれまでに見たことがあるかね あるとは思えないね。夫人はベッドを動かすことができなかったあれは常に通気口に対してそしてロープに対して相対的に同じ位置になければならないあのロープなるものはといえば明らかにベルの引き綱にするためのものではなかったホームズ私は叫んだ。 君の匂わしていることがおぼろげながらわかってきたようだ。私たちは巧妙で恐ろしい犯罪をすんでのところで防ぐことになるんだね。実に巧妙で実に恐ろしい。医者が道を踏み外すと第一級の犯罪者になる。精神力があり知識がある。パーマーーマやプリチャードは、 専門でもトップの一人だったよ。この男はさらに深く打ってくるがねワトソン僕たちは一層深く打ち返せると思うよしかし夜が明けるまでは恐ろしい思いをするからねとにかくパイプでも吸って数時間はもっと楽しいことに心を向けようよ9時ごろ 木々の間の光が消え館の方向は真っ暗になったゆっくりと2時間が過ぎそれから突然ちょうど11時きっかりに一筋の明るい光が私たちの真正面にパッと輝いた「合図だ」とホームズは言って立ち上がった「中央の窓からだ私たちが出るとき 彼は宿の主人とちょっと言葉を交わし、遅くなったが、知り合いを訪ねてくるので、向こうで泊まるかもしれないと説明した。すぐに私たちは暗い道へと出た。冷たい風が顔に吹きつけ、闇の中にきらめく正面の黄色い明かりが、憂鬱な陽向きで行く私たちを導いた。庭園の古い塀には、 裂目が修理されずに大きく口を開けていたので中へ入るのにほとんど苦労はなかった私たちが木々の間を進み芝生に到達しそれを横切り窓から中へ入ろうとしたとき月っけの木の茂みから醜く歪ゆがんだ子供のようなものが飛び出しねじれた獅子で草の上に身を伏せそれからさっと芝生を横切って闇の中へ走り去った。 おおいおい、私はささやいた見たかいホームズもその時は私同様びっくりしていた彼は動揺しその手で万力のように私の手首を締めたそれから彼は低い声で笑い出し私の耳に口を近づけた「素敵な一家だ」と彼はつぶやいた あれはひひだよ。私は博士が愛する奇妙なペットのことを忘れていたそこにはチーターもいていつ何時それが肩に乗っているかもしれないのだった白状するとホームズに倣って靴を脱ぎ寝室へ入った時にはほっとした友は音を立てずに鎧戸を閉め ランプをテーブルの上へ移し部屋中に目を配った何もかも私たちが昼間見た通りだったそれからそっと私に近寄り手でラッパを作り再び私の耳にささやきかけたが非常に静かな声で私はその言葉を聞き取るのがやっとだったかすかな音が僕たちの計画には致命的だ 私はうなずいて聞こえたことを示した「僕たちは明かりなしで座っていなければならない通気口を通して博士に見えるからね」私は再びうなずいた「眠ってはいけないそれはまさに君の命を左右するかもしれない必要に備えてピストルを準備してくれ」 僕はベッドの端に座るから君はその椅子に私はリボルバーを取り出しテーブルの隅に置いたホームズは細長い塔のステッキを持ってきておりこれをそばのベッドの上に乗せたその横に彼はマッチの箱とろうそくの燃えさしを置いたそれから彼はランプを消し 私たちは闇の中に置かれたあの恐ろしい根ずの番をどうして忘れられよう音は何も息を吸う音さえ聞こえなかったが私は友が目を見開き私から数フィートのところに私と同じように神経を緊張させて座っているのが分かった鎧度が全く光線を遮り 私たちは完全な暗闇の中で待っていた外からは時折豊かの鳴き声が聞こえまた一度私たちの部屋の窓のところで長くひいた猫のような声がして本当にチーターが放し飼いになっていることが分かった遠く15分ごとに轟く教会の時計の太い音色が聞こえた その十五分がとと長く思えたことか、十二時を打ち一時二時三時それでもまだ私たちは無言で何事かが起きるのを待っていた突然瞬間的にかすかな光が上の通気口の方向に見えそれはすぐに消えたが油の燃えるのと熱した金属の強い匂いは続いていた。 誰かが隣室で暗室灯をつけたのだそっと動く音が聞こえそれからもう一度すっかり静かになったが匂いはますます強くなった30分間私は耳を澄まして座っていたそれから不意に別の音が聞こえるようになった夜間から絶えず出ている蒸気の商粉車のような非常に優しい 心地よい音だったそれを聞いた瞬間にホームズはベッドから跳ね起きマッチをすりステッキでベルの綱を激しく打ち据えた「みタロウワトソン」彼は叫んだ「みタロウしかし私は何も見なかったホームズが火をつけた時 私は低い、はっきりした口笛を聞いたが突然の光が私の疲れた目には眩しく友がそのように猛烈に打ち据えたものが何か私には分からなかったしかし彼の顔が真っ青で恐怖といとわしさでいっぱいなのは分かった彼が打つのをやめ通気口を見上げていると突然 夜の静寂の中から私がかつて聞いたこともない恐ろしい叫び声が起こったそれはどんどん大きくなりしゃがれた叫びは苦痛と恐怖と怒りがすべて入り混じったものすごい悲鳴となったその叫び声は村の離れたところでも遠くの牧師館でも眠っている人をベッドから起こしたという 私たちは心底ぞっとしその最後の反響がそれが沸き起こった静寂の中へ消えてしまうまで私はホームズを彼は私を見つめたまま突っ立っていた一体どうしたんだ私はあえぎながら言った「すべて終わったということさ」とホームズは答えた たぶん結局これが一番いいんだピストルを取りたまえロイロット博士の部屋へ入ろう厳粛な顔で彼はランプをともし先に立って廊下を行った二度彼は部屋のドアをたたいたが中から返事はなかったそれから彼は取っ手を回して中へ入り私は激鉄を起こしたピストルを手に 彼に続いた私たちの目に入ったのは奇妙な光景だったテーブルの上には蓋の半分開いた暗室ランプがあり扉が半開きの鉄の金庫に明るい一畳の光線が当たっていたそのテーブルのそばの木の椅子にグリムズビー・ロイロット博士は座り灰色の長いガウンをつけ 剥き出しの足首がその下に突き出し足はかかとのない赤いトルコ風上履きに突っ込んでいたその膝には昼間私たちが注目した長いムチの短い絵が渡されていた彼の顎は上を向き目は恐ろしい硬直した凝縮を天井の一隅にじっと据えていた彼の額の周囲には茶色っぽい マダラの入った黄色い紐があり、彼の頭に固く巻きつけられているように見えた。私たちが入っても、彼は音も立てず、動きもしなかった。紐だ、まだらの紐だ。と、ホームズがささやいた。私は一歩前へ出た。一瞬のうちに、 彼の奇妙な頭飾りが動き出し髪の毛の間からもたげられたのはずんぐりしたひし形の頭と膨らんだ首忌まわしい蛇だった「沼毒蛇だ」とホームズは叫んだインドで最も危険な蛇だ彼は噛まれて10秒のうちに死んでしまったまさに暴力をなせば暴力に跳ね返り ものは自ら他人のために掘った穴に落ちるではこの生き物を元の末押し込もうそうすればミス・ストーナーをどこか避難場所へ移せるし州警察に起こったことを知らせられる彼は話しながら死者の膝から素早く犬用の鞭を引いて取り輪をその爬虫類の首に投げてそれを恐ろしい止まり木から引き剥がし 腕を伸ばして運び、鉄のの金庫の中に投げ込込み、閉じ込めた。これがストークモランのグリムズビー・ロイロット博士の死の真実であるすでに長々と続いている物語をさらに長引かせ私たちがどのようにして怯えている娘に悲しい知らせを伝えたかどのように彼女を朝の列車でハローの善良な叔母の手に届けたか どれだけのんびりと警察の調査が進められ博士が危険なペットを無分別にもてそぶうちに最後を迎えたという結論に達したかなどを語る必要もあるまい事件について私のまだ知らなかったことを少々翌日旅の帰りにシャーロック・ホームズが教えてくれた「僕はね彼は言った」 全く誤った結論に達していたが、それはね、ワトソン君、不十分なデータから推論することが、いつもどれだけ危険かを示している。ジプシーの存在とまだらの紐という言葉、間違いなく、死んだ娘が慌ててマッチの日明かりで見えたものを説明するために使った言葉は、僕を完全に間違った手がかりに導くのに十分だった。ただし、 「いかなるものにせよ部屋の住人を脅かした危険が窓からもドアからも侵入できないとはっきりした時点で直ちに自分の見解を再考したことだけは僕も誇っていいだろう僕の注意はすぐにすでに君に言ったようにあの通気口とベッドに垂れ下がったベルの綱に向けられたこれがただの飾りであり ベッドが床に止められていると発見した瞬間に綱は何かが穴を通り抜けてベッドへ近づくために伝わるものとしてそこにあるのではないかという疑いが起こったすぐに僕は蛇だろうと思いつきそれと博士がインドから生き物を届けさせているという情報を結びつけおそらく僕は間違っていないと思った 化学反応で発見され得ないある種の毒を使う、という考えは東洋で訓練を積んだ利口で冷酷な男にこそ浮かぶものだそうした毒に即効性があることも彼の立場からは好都合だ実際目の鋭い検視官でなければ毒がの作用した場所を示す2つの小さな黒い穴を識別できまい。 それから僕は口笛のことを考えたもちろん彼は朝の光で犠牲者に正体がわかる前にヘビを呼び戻さなければならない彼はおそらく僕たちが見たあのミルクを使って呼べば戻るように訓練したのだ彼は最善と思われる時間にそれを通気口に通し間違いなく綱を這い寄りベッドにたどり着くようにした それはそこにいる人を噛むかもしれないし噛まないかもしれないあるいは1週間も彼女は毎晩免れるかもしれないが遅かれ早かれ犠牲になるに違いない博士の部屋へ入る前に僕はこうした結論に達していた彼の椅子を調べて彼にその上に立つ習慣があったことが分かったが もちろん彼はそうしないと通気口に届かなかったのだ金庫ミルクの皿ムチ縄の輪を見れば疑惑が残っていたとしても決定的に吹き飛ばすに十分だったミス・ストーナーの効いた金属音は明らかに彼女の義父が急いで扉を閉めて恐ろしい占有者を閉じ込めた時のものだ結論が出たところで それを試すために僕の取った手段はわかるね君もきっと聞いただろうが僕はあれがシューシュー音を立てるのを聞きすぐに火をつけあれを攻撃した結果として通気口に追い込んだねそしてまた結果として反対側にいた主人に襲いかかることになった。 僕のステッキの打撃がいくつか急所をつき蛇の怒りをかきたてたのであれは最初に目に入った人物に飛びかかったのだそんなわけで僕は間違いなくグリムズビー・ロイロット博士の死に間接的に責任があるがあまり僕の両親の重荷になりそうもないね。